はい、こんにちは、こんばんは、ゲーム動画でいこうです。リスタートですね、第2回といってもですね、コルク、よろしく。メインをコルクにいたしました。入り用のものがあればうちの店に来て。この状態やりたいと思います。メインクエストはすでにやってるから、ストーリー、メインストーリーは飛ばしていきます。です。全部、ボイスはダウンロード。それで、私はね。サクサクここの辺は進めていきましょう。それにして、初めてのバトルですね。緑、あ、ちょうどよく、運がよくコルクは緑でしたね。お任せ編成、風ちょっと3人しかいないのか。じゃあ、武器がない、武器を手に入れないといけないね。とりあえずなでしこに頼もう。準備万端。そのなでしこそんなに強くない。あれってまた来る。気は抜かない。あ、とっておきとか使わないと。スキル一緒に頑張ろう。怪盗ランマン、ガツンと行きます。行くしかない。やったー、終わったは。武器って選べなかったっけ。こちらに行かないと武器が手に入らないんだって。おはよう。朝か、何を作るんだ。そうですね、武器は作成しないといけない。星4武器はまだ作れない。アルケミストだったっけ、コルクって。トンテンカンテン、一丁上がり。でも星さん作ってもしゃあないですからね。あのね、実はありがとう、助かった。金の無駄。最低でも星用の武器は作らないとね。
緒に行こう。というわけで、皆さん、強そうだけど大丈夫かな。一緒に頑張ろう。怪盗ランマン、やっちゃいますよ。私が壁になって見守るってやったな。私は壁になってガツンと行きます。ここを越えたらゴールだ。座っていこうか。こうやってそのメイジャーだ。なんか別バージョンなんだ。一緒はこれか。私もついてく。どんな時も頑張るソイ。力を貸してあげるから。外周一色ガツンと行きます。推しのグッズのお迎えの準備。痛いよ。外周一色早く言っちゃいましょう。敵を知り己を知れば百戦危うからず。蹴りをつける。そうか。本当だ。しかしなんかな。ひとえに風の前に塵に同じ。滅びますよね。次も勝つ。この道で合ってるんですか？セイドンさん、ここばっかり集めてますね。出発。本当に違う世界なんですね。気は抜かない。力を貸してあげるから。どうだ。
私は壁へ。怪盗ランマに立つ。妹たちにかっこいいところ見せなきゃ。あの子モフモフしたい。やれ、当たってください。きっと勝てるって思ってました。ちょっと待って。赤ですね。赤が強い。赤はご覧の通りだが、これにコルク、当然コルクと、キミネを入れる。あといつものメンバーじゃない。いつものメンバーじゃないかって思いますが、その通り。準備万端。さやさん、このヒロさんの似顔絵ちょっと顔が丸すぎませんか？私が何とかしないと。一緒に頑張ろう。怪盗ランマを立つ。攻撃は最大の防御。やっちゃいますよ。ここまでは順調ですね。赤ですね。ヒカカナタ行っちゃう？あれ？外周一色。
意外と船強い。これで決める。蹴りをつける。勝って兜の尾を締めよう。モンスターハウカ腕が鳴りますね。負けないぞ。いらっしゃい。力を貸してあげるから。みんな今だよ。健康に敵結局アップするんですね。回復しきれない。これ痛い。痛いよ。それなんとかどうした。勝って兜の尾を締めよう。敵は強くなってくる。僕も仲良しのアップ。ですね。そうですね。うんうん。ほむほむ。やったー。了解。ありがとう。問題ない。ちょっといい？うん、つまりそんな、おそらく問題ない。でもそうなんだ。当然。ああ、そしてなるほど。何？うん、大事。舐め合えてはいけない。そうなんだ。そう。うん。お様。
いらっしゃい。あ、了解。問題ない。ありがとう。すごい。当然。かわいい。でも、あ、確かに自営業は大変。これは何だろう。緑ですね。根本あまり変わらないよね。これがあの風属性数だけの話で。まあいいか。準備万端。気のせいかなって思ってたんだけど、やっぱりそうだね。負けない。敵が強くなってくるんで。力を貸してあげるから。油断はできません。攻撃は最大の防御。ガツンといきます。大丈夫？怪我してない？攻撃は最大の防御。どうだ？やったな。死ねない。ちょっと安存しとく、わざと。どれ？結構強い。蹴りをつける。次も勝つ。ユミネもレベル2上がりましたね。仲良し道。違うよ。たまちゃんは攻めですよ。カオス先生？いや、あ、無理でしょ。奮闘努力。サクッとやっちゃいますか。解き放っていいんだよ。必殺
殺の一撃。これを受けたら終わりです。終わりじゃない。まだまだ。ちゃんと受けてね。必殺の一撃。死んだ。それ。みんなと一緒に。蹴りをつける。それ。敵を知り己を知れば百戦危うからず。蹴りをつける。次も勝つ。OK です。行きましょう。よし、頑張ります。力を貸してあげるから。一気稼いに行く。当たってください。それ行くよ。一発で滅びれるんだ。必殺の一撃。どうだ。
でかい。それ。半分か。これで決める。決められないだろうな。蹴りをつける。そしてそうです。これがあるんです。子供扱いしてダメなんでください。やったー、終わったダメだ。はや。お前ら。はや。こんな往来でハレンチな。あのね、じ、わあ、ありがとうございます。さすがですね。あなた、とても優しい。私、嬉しい。すみません。うわーい、ありがとう。助かったよ。ショーの武器はまだ作れないか。あ、もう素材がいるんだ。またな。あ、先強化しちゃった方が早いかも。天敵石を待つ。これで足手まといにはなりません。打力も上がってほしいな。わあ、ありがとうございます。さすがですね。370なんで召喚できますね。ここはおはようございます。早めに召喚しとこう。今日も頑張りましょう。開きますよ。必要以上だ。
星、また星王子を来た。また星王子を来た。来てますね。僧侶の滝本ひふみです。痛いの痛いの、飛んでいけ。僧侶の小梅よ、癒しの風であなたを手助けしてあげる。私は遠山凛、アルケミストです。錬金術って具体的に何ができるのかしらね。フレーフレー、僕に応援されたら実力以上の力が出ちゃうですよ。出る、出ちゃう。ノリです。ナイトになれました。ナズナも守ってあげないとね。山崎たまき、ポジションはキャッチャーだけど、ジョブはナイトをやっています。ボールと同じで、どんな攻撃も絶対にそらさず受け止めてみせるよ。戦士の園田優、ここに剣山台。悪い奴らはお仕置きするから覚悟しといてね。みんなを癒す僧侶の孔明よ、どんな傷も私に任せなさい。あれ、猪熊陽子、ナイトになったよ。よろしくね。怪我を治す僧侶だったらみんなの役に立てるかも。次回も頑張ります。またいつでも来てくださいね。私はこれでいいんです。コストもありますからね。今日も頑張りましょう。星5はコストは高い。コストが2オーバーするんだ。じゃあ最初はしゃあないな。これでいきましょう。うわーい、ありがとう、助かったよ。食あれば楽あり、共に頑張ろう。今だけ。
どれにする？武器を持っとく必要あるだろうな。でもこれは2000いるんだ最低。シャミ子用武器かな。交渉成立。交渉成立。交渉成立。でいいや。あ、私もついてく。あ、いらっしゃい。力を貸してあげるから。怪盗ランマに立つ。ガツンと行きます。それ意外と強い。必殺の一撃。まるで修羅場。19ぐらいまでいけそう。行っちゃう？負けない。行くよ。怪盗ランマン。子供扱いして舐めないでください。大丈夫？怪我してない？健康一滴。これちょっと無理だな。一緒に頑張ろう。時も頑張るぞい。ガオー。芝居の成果が出てるかも。これで決める。で当然の結果。次のレベルからやばいかもな。特命の時のアップ。
だな。そうね。いいのかそれで。すげえ、ありがとう。どうして？へえ。だな。何よそれ。どういうことなの？あのね、ありがとうございます。すっごく、うわーい、ありがとう。あのね、ありがとうございます。ありがとうございます。すっごく助かりました。130まで上げられた。こんな日はウイが入れたお茶を飲みたいな。確かに。ポルカは幼馴染。あ、レベルアップできる。何工場いりますかね。トレーニング屋はまだまだです。おはよう。朝どの武器にする？星を作るには、はい、いろんな素材がいりますが全然足りないですね。まだまだこの辺の武器素材を集めてくる必要があるってことです。またな。次からそれもやっていかないといけないですね。商売も戦闘も度胸が必要。はい、ということで、リスタート編第2回ということでコルクをメインに。ポルカは幼馴染。クレアは可愛い。メインにやっていきましたが、果たして今後どうなるんでしょうか。全く弱いところからのスタートなんで、やっぱなかなか まだ鍛えていかなければいけませんね。はい、次回またもうよろしくお願いします。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。概要欄に出てきたブログ、ツイッター、プレイリストもぜひご覧ください。キラーファンタジアをお送りいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。